寒岩議員寺三蔵官は議員昭安2年8月21日は、鎌倉時代中期の総統州の前奏。寒岩派の派祖。父は、後葉天皇とも、純徳天皇とも言われ、法王長老と呼ばれた。官義3年に出家。はじめ比叡山で、天台教学を学んだが、人治2年深草教聖寺の道元のもとに参前し、道元の越前移転にも随行した。 県庁五年中国の僧に渡り、道元没後の翌六年日本へ帰国。道元の弟子で、永平寺二世公園へ以降に永上に指示したが、正元二年頃、日後国宇都ぐ小ここ里省の住人、小堀江智前守の娘蘇明にの要請により、如来寺を建立した。文永元年道元の五六を携えて、再び、僧に渡り、無害稽古を乗りやす、巨、道里しぐらをへん。 同四年に帰国すると、博多の昇福寺に三年ほど泊まったが、やがて日後に拠点を移し、県治二年同国マシ軍に、極楽寺を改装した。肝心性的性格も強く、同年五月、当時九州第一の難所とされていた、緑川の大和あたりに佳境計画を立てた。この計画は、当時の日後国川尻昇寺と川尻康明や、大名を介した北条氏の援助を得て、 2年にわたる工事の末、公安元年7月に竣工し、盛大な供養が取り行われた。以後、議員は大名との交流を深め、同6年寄進された同省を大渡りに大寺寺を改装。同寺は昭和元年郷田上皇の祈願書となり、総当州の九州本山として栄えた。昭和2年議員は、如来寺へ引遁し、84歳で入学した。 如来寺境内に議員の墓所と伝える石頭があり、宇都市指定文化財になっている。ありがとうございます。